私柳中信人浦浦和和生まれ、そして浦は粗町私はこの埼玉市議会で誰よりも早く防災士の資格を取りました皆様方の命を守るために一つ目に考え出されたことがスタンドパイプになります細い道にもある消火栓この消火栓を使ってスタンドパイプを立ち上げ初期消火活動を行えるようにそういった機材でございます 2つ目は関心ブレーカーです下町で作っている関心ブレーカーのメーカーに訪れこの費用補助をさいたま市で実現をさせていただきましたこの浦和の町に小さなお子様方が多く移り住んでおります私はさまざまな悩みごと相談を一手にワンストップで引き受ける 子ども家庭総合センター通称アイパレットを与野駅の近くに開設をさせていただきましたスクールカウンセラースクールアシスタントこういったことも公明党の総力を挙げて増員に実現を尽くしてまいりました年を召された方も多くございます人生100年の時代です例えば再就職ボランティア活動新しい活動を始めてみたいそういった方々のご相談を 一手に引き受けるためのセカンドライフ支援センターこれを浦の駅前に開設をさせていただきましたお出かけ支援制度浦の町細かい町が多く細かいところにバスが入っていけませんどこまでもニーズに合わせて乗り合いタクシーが訪れ行きたいところに行けるこういった AI 型デマンド交通を作らせていただきたいと思います谷中信人何とぞよろしくお願い申し上げます